はい。どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今回はですね、格安シムを黙ってないというテーマで、えー、動画をお伝えしたいと思います。はい。えー、こんな感じですね、私は、えーま、格安シム各社のサービスをね、これまで、えー、使ってきたわけなんですけれどもね、ま、それぞれあの個性があって、えー、非常に面白いんですけれども、えー、ここ最近ですね、ちょっとあの、寂しいかな、格安シム業者も次々と 撤退しまして、面白いプランがね、なんか最近ちょっとね、話題が減ってきてるなという状況ではあるんですけども、えー、皆さんもね、ご存知の通り、ここ最近、えー、菅総理のおかげでですね、いよいよあの政府にもメスが入りまして、えーとえー、まあ各ね、三大キャリアの価格もね、ぐ、えっ、ー、と安くなっております。まあ、これもね、まあ、楽天モバイルがあ 大、ね、4のキャリアとして入ってきて、えー、変わった、あの変わっていったっていうのもね、まあ、大きな影響もあ,あ,のあったと思うんですけれども、まあ何よりですね、これはやっぱりこう政府の介入がね、あってからこそまあ実現したというものでね、まあ、特にまあドコモがね、皮切りにアハモというサービスを出してきましたけども、20ギガでね、えー、月額2980円、速度制限後もね、 1Mbps で使えると。なおかつ5分間かけ放題ということがね、えー、まあ話題になりまして。まあ、これにね、えー、まあ追従するように、えー、ソフトバンクは、あソフトバンクオンラインというサービス、うんそれから au は何だったっけ えっと、ピン、ピンボだったっけパボだったっけ <laughs> ちょっと忘れちゃった <laughs>。忘れちゃいましたけども。えー、そのサービスね、打ち出して。まあ、先日あの動画にしました。もう忘れちゃってるよ。<laughs> もう忘れちゃってるよ。まあ、こちら2480円でね。まあ、この三大大手の中では一番最安というところ。まあ、これは楽天モバイルも含めてだね。まあ、金額の面だけで言えば、うん。まあ、あの au がね、一番価格的には安いよというものではありますけれども。えー、ま、そんな中ですね、実は、 ちょっとね、あんまり話題になってませんが、あの、格安新聞もね、ちょっと動きがあるんですよ。えーびえー、ごめんなさい、日本通信。えー、B モバイルだっけ ?B モバイルになったっけ <laughs> ちょっとこう忘れちゃったけどね、B モバイルで合ってると思うんだけど、えー、日本通信がですね、月額1980円で20ギガのプランを出してきております。これはね、確か通話時間が 60分だか70分だから無料というところかな。これがね、まあ結構ミソで、あの、5分かけ放題よりも、あの、もう私の場合はですね、あまり電話はしないんですが、ただですね、あの、長電話をするという可能性があるわけですね。なんかこう、例えばその i ビデオにさ、電話しようにもさ、なかなかつながんないっていうのがあるんですけども、まあ60分とかあればね、あの余裕でつながるけど、そんなにね、回数はかけることないので、ね、月1回あるかないかぐらい、 しかないわけですよ。うん。で、あるいはちょっとまあ、日本通信もお得かなというふうにね、思ってるんですけども。まあ、えー、まあ、こんな感じでですね、キャリアがまあ、あのね、格安シムに迫る安いプランを打ち出したことで、格安シムどうなのこれピンチじゃないのというところがあるかと思うんですが、実はですね、えっ、ー、とまあ、この先ですね、格安シムも新たな動きをする可能性がございます。それはね、何かというとですね、えっ、ー、と、前回の動画でもね、ちょっとお話ししたと思うんですが、 格安シム各社の,おの回線使用料えこちらもですね、実はあ値下げがされるんですね。え確かあ今年の4月1日からかな、まあ、?3 月だったかなあ、まあ、今年からですね、まあ、その接続料が値下げするということで、まあ、それを見越してですね、日本通信は、まあ、今回、あのー、値下げに踏み切ったわけなんですけれども、 えー、これはですね、おそらくもう日本通信のみならず、各,安も各社もですね、えー、動き始めるんではないかと思います。ま,あ、まずね、考えられるのは、ね、だってまあどこも NTT に近い、ね、NTT コミュニケーションズ、OCN モバイルワン、まあ、これちょっとまあ別会社にはなるけども、まあ、あの系列ではあると思うんですけど、ここもですね、ま,あ、まず、 あの、動き出すんではないのかなと。まだ今のところ、えこの動画を撮ってるのはね、2021年1月14日時点では、えー、何の発表もございませんが、あ動き出す可能性はね、えー、十分考えられるんではないかなと、すごくね、期待しています。まあ、他にもまあ、IIJ だったり、えー あとはビッグローブですよね。この間、動画にしましたけれども、まあ、ビッグローブはすでにですね、あのまあ6ヶ月間のね大幅な値下げにこう踏み切っておりましてですね、エ、まあ、ンタメフリーオプションも初回だったら半年無料というサービスもやっておりますので、えー、まあ格安チームサービスもね、なかなか目が離せないかなというふうに思っております。はい でうちのチャンネルではですね、まあ、こんな感じでまあいろんなね、安 SIM サービス各社あ、ま、使ってきておりまして、えーまあ、これがね、どのようなものなのかなっていうのも、やっぱりこう経験としてね、ちょっとあるので、まあ、このあたりのノウハウであったり、 えまた何かね、あの新しい情報なんか入ってきたら、あの逐一あの動画にしていきたいと思いますので、よろしければこの機会にですね、あのチャンネル登録していただけますと幸いです。まあ、何せですね、通信費っていうのはね、やっぱりね、まあ、まだまだね、節約する余地があるんです、あると思うんですよ。えー、僕は今回ね、えー、三大キャリアがですね、まあ、大幅な値下げに踏み切って、 えー、来たわけですけどもね、僕もね、まだまだかなと思います。えー、まだまだかと思います。えー、格安 c ムもね、含めてですね、まあ、この後どうなっていくか。特にですね、ちょっと今、僕も注目しているのは、えー、楽天モバイルがですね、この後商料の、商容量のサービスをちょっと計画中という、ちょっとニュースをちょっと小耳に挟みましてですね、今現在、まあ、楽天モバイルはデータ無制限で2980円というプランを出しております。 えなんですけども、その一方でですね、まあ、データ無制限はいらないけど、まあ、例えば、どうだろう。まあ、いわゆる20ギガ。20ギガでね、1980円とか、1980円とか、とか出てきたらね、すごいなと思うんだけどね。うん、まあ、これがどうなるか。 もしくはですね、1Mbps 無制限でさ、なんかすごく安く使えるサービスとかね、やってくれたらめちゃくちゃ嬉しいんだけどね。はい。私はですね、一応このままでいきますと、4月はもう楽天モバイル。えー、残念ながら、解約すると思います、えー。無料期間がね、終わりなんでね、とてもね、素晴らしいサービスだとは思うんですが、これもね、楽天モバイルは、えー、この4月にですね、大量にユーザーが流出するであろうと。 え、いうふうにね、もうすでに見越していると思うんですよね。なので、えー、ひょっとしたらですね、何かここでもう一手を打ってくるかもしれない。それ自分考えられますよね。楽天のことですからね。はい。はい。まあ、こんな感じでですね、ちょっとまあ,あ、今日はもう雑談ですね。最近僕の大好きな取って出し動画で、えー、お届けしましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、こんな情報をね、まあ、日夜配信しておりますが、 あ私ですね、あのー、同時にツイッターの方もやっております、ね。ツイッターもやっておりますので、えー、こちらもね、合わせてフォローしていただきますと幸いです。えー、こちらではですね、あのー、YouTube の動画ではできなかったようなね、えー、まあ、速報的な情報とかね、お得情報なんかも時々この、つぶやいておりますので、えー、この機会に、あの、フォローしていただけますと幸いでございます。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。こちらね、はい、こっち。 バイバイ。